こんにちは、田村です。今回はですね、ご報告がありまして、なんとチャンネル登録者数が100人を突破いたしました。まあこれはですね、このチャンネルを、この拙いチャンネルなんですけど、しっかりと見放さずに見ていただいてる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。ということで、今回はそれを記念いたしまして、なんとお経の練習動画です。僕田村とこのチャンネルをご覧のあなたと一緒にお経を練習しましょうという趣旨になっております。せっかくなので、このお経練習動画シリーズはぜひ続けていきたいなと思ってます。シリーズ化したいなと思ってます。シリーズといってもまだ最初なんですけど、で今回記念すべく第1弾なんですけど、第1弾は自画芸です。これはですね、妙法蓮華経、いわゆる法華経ですね、の一番肝となる部分です。日蓮宗や、あとは日蓮宗じゃなくても法華経を信仰する宗派の中では、もう必ずと言っていいほど法要で読まれる、まあ、読まれない時もたまにはありますけども、ほとんどの場合で読まれる、それくらい重要で、よく出てくるお経です。お釈迦様が、私は実は死んでいないし、今までもあなたたちを救ってきたし、これからもずっと不滅であなたたちのことを救い続けますとおっしゃってる部分です。仏様の永遠性、まあ、これを久遠実情と言いますが、この久遠実情を解いている部分です。で、練習の方式なんですけども、まあ、昔からある伝統的なやり方で、オウム返しというものがあります。まあ、要は言ってしまえばリピートですね。誰かが先に読んで、その後に練習する人が続けて読む。まずはこのオウム返しで自画芸を練習してみましょう。そしてそのオウム返しの後には、普通にゆっくり目で自画芸を読みますので、ぜひ一緒に読みましょう。概要欄に今みたいな前置きの部分は置いておいて、お経の始まるタイミングを時間で示しておきます。そしてその時間の部分をクリックすれば、いつでもそこの部分にジャンプできるようにしておきますので、ぜひぜひ何回も繰り返し見てみてください。練習してみてください。ということで、自画芸早速やってみましょう。妙法蓮華経、如来十両本大十六自画特仏来、小経小骨首、無量百千万、億歳阿蘇儀、説法教化、無衆億衆生、領入王仏道、如来無量光、主上皇、法弁元涅槃、二実不滅道、成就四世法、我成就一所人ずりき、両天道主上、水権二府県、主権が滅道、航空よしゃり、限界エレンボ、
正月合身衆生鬼神仏七時期入難一心欲見物富士釈神妙自我牛首相九出領受戦ガジゴ主上常在死不滅異邦弁力光現不滅不滅陽国宇宙上苦行信行者我部を非中異説無情法尿と不問し単にが滅道我見小主上持つ在奥空海幸福異原心両語諸葛語因果心連合内出異説法人頭力尿勢おあそぎこ常在領受戦流用小受賞修正健康人大化小小事ガシドアンノン天人成就満恩林小道角修樹法小言法樹竹化衆生諸遊楽昇天客天空上座主義学不満だらけ三仏牛大衆我浄土不起二種見性人不腐食の尿税失十万税少財収上異悪五因縁
しくどく入和七時期者即会見が心在士に説法枠寺師主節仏寿無量宮内見仏者異節仏難知ガチ力尿勢栄光所無量寿命無宿行苦修五所得尿と打ち者もっと師匠儀登壇療養人仏語実布庫尿意全方便意地押し庫実在に言し無の石膏も我薬異性部苦所苦現者異凡部天道実在に言滅異条件がこう二所教師心法一弱五欲打を悪道中我上智修上行動不行動随応所可動異摂取受法毎時左前念異我領主上特に無浄土即成就仏心妙法蓮華経如来十両本第十六字が特仏来小経小骨首無量百千万億歳阿蘇儀上説法教家無衆億衆上領入
五神主上起神仏七時期入難一心欲見仏富士釈神明自家牛種即出領受仙家自己主上上在し不滅異法弁力子現宇滅不滅予告主上苦行信行者が無を非注意説無情報尿と不問し単に画滅度が検証主上持つ罪を区解雇不意厳信両語諸葛語因語心連母内出異説法人図力尿税を遊ぎ子常在領受仙牛与所受所主上健康人大家所所持が指導安穏天人上十万恩林所道各種十法所言法樹竹下手上所有楽所天客天苦上佐主義学万だらけ三仏牛大主が浄土吹き二主賢所人右夫職の尿税室十万税所在主上異悪語因縁か遊ぎ子不問三宝名小宇宿独入は七時期者即会見が心在し二説法枠寺師修説仏寿無力内見仏者異説仏難知が知力尿税交渉無料寿命無主国主御所得尿と打ち者もっと師将儀法壇療養人物語実部故尿以前法弁維持をし故実在に言し無の説法も火薬異性仏職現者異凡部伝道実在に言滅異常見過去に小教師信法逸弱語欲だ王悪道中画上知修上行道不行道随王小家道異世主樹法毎時左前年異画領主上特入無上道即上樹仏心。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひこれからも繰り返してお経を練習してみてください。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。